いやさ、好きな時にさ、ゲートくぐってくるやん。ゲート作らん？あ、いいよ。ゲートって。え？あ、あの、君にのとこ。出会った日から、私の毎日笑うコメディカーは、あったんだ。なんかみんな予行練習するんだね。はけてきてほしいみたい。あ、はい、はい、あ、プラスト、プラストさん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。まだ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 いなくなっちゃった。さっきボール、私ボールもらった。それで見つけちゃったプラスト。でもこの後はリアちゃんのソロステージです。皆さん、はい、もっと盛り上がるんだよ。イエーイ。まだいけるよね。行こう。こんにちは。こんにちは。待てか登れないかもしれない。ちっちゃい。こんにちは。皆さんこんにちは。かわいい。かわいい。かわいい。ねえ、いいよねこれ。かわいい。今日は本当に来てくれてありがとうございます。撮ってね。じゃあちょっと今から喋りたいことあるけど忘れちゃうかもしれないと思ってメモったんで聞いてください。リサティーよ。え、やだ、電気つけないで恥ずかしいから。やだやだ、消して消してお願い。じゃあカンニングしてるけどリオの言葉だから信用してね。お仕事帰りの人もいるかもだし、遠征してくれてる人もいるかもだし、今日は楽しみに待っていてくれた人もいるかもしれないし、今日はリアちゃんの無敵祭に来てくれて本当に本当にありがとうございます。なかなか自分が主役でライブをすることがないから、もう本当にいろんな緊張とかいろんな思いがあって、なんか途中でやめようかなって思ったこともあったんですけど、今日無事にこんなに、たくさんの人に来てくれて本当にありがとう、嬉しいです。待って、全然違うね。あとハードスケジュールの中、覚えて振りとか歌詞を覚えてくれたメンバーのみんなありがとうね。自分はアイドルだから、なんかこの人に会いたいなとか思っても会えなかったり、この人元気かなとか思ってもなかなか自分から会いに行くことはできないから、こうやって会いに来てくれて顔を見せてくれるだけですごい嬉しいし、力になってます。本当にありがとうございます。リアたちのお仕事はみんながいないとできないことなので、これからもプリンセスストーリーをよろしくお願いします。たまにね、傷つくコメントとかね、傷つくことを言われたりするけど、その度に本当にみんなの顔が思い浮かぶの。今いる人たちの顔が絶対思い浮かぶんだけど、その人たちの顔のおかげで、あ、大丈夫かと思う。うち大丈夫だ、無敵だと思うから、本当に今いる人たちはリアとかプリンセスストーリーのみんなを応援してくれて嬉しいです。これが最後になっちゃうんですけど、歌うので、ちょっとラップ系の歌を歌うので、しんみりしちゃうかもしれないけど、座っていいよ、座って聞いててね。座れないの？だってさ、もう一緒じゃん。お尻が濡れてもね、みんな体濡れてんだから一緒でしょ。違う。じゃあ最後言いたいことあるんだけど。待って、21歳も感謝を忘れずに走っていきたいと思います。これからもよろしくお願いします。じゃあ、遠くない？本当に？うちこんなアウェーで歌う感じでいいか。いや、もっと。じゃあ聴いてください、ペンチビューティー。Thank you.
聞いてください。